皆さんごきげんよう、銀蝶です。最近だいぶ冷え込んできましたね。皆さんどうお過ごしですか？本日は私、天崎銀蝶の日常を淡々と流したいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。お楽しみいただけただろうか。彼はこの後いつも遊んでいると時間が過ぎるのが早いと言っている。まったく恐ろしいことである。皆さんご視聴ありがとうございました。またのご視聴お願いします。まあこんな感じですかね。はい、それじゃあ皆さんさようなら。